はい、こんにちは。皆さん、こんにちは。裏で何やってますか？オムライズキッチンです。はい、というわけですね。はい、今、送料効果、送料効果動画にするんだけど、ちょっと試作ってわけで、もうちょっと試作とか試験、試運転か。30分経ってないんだよね。30分経ってない。で、フライパンでやってるんですけど。ほう、ソーラークッカーって周りに見るとすごいね、これ、うん、こうやってるとおお、熱っ。熱いんですよね、これで、いくよ。うん、せーの、ボン。また微妙なところ。すっごい微妙な。これってさ、うん、こうやって持ち上げた方がいいんじゃないの、これ。うわ、ちゃ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 、あっち。なんか持ち上げないもんが大変。なんかちょうどいい台がある。熱いよ、それ。熱いよ、熱いよ。面白い。ソーラーの力恐るべし。本当はそのフライパンの底を熱くしなくちゃいけないんだよな。まあ、あの次はなんかない。そう、100円ショップかなんかでその裏が熱くないようにすりゃいいんだけど、でも中が蒸し焼きになってます。これちょっとね、ずらした方がいいな。取っ手がめちゃめちゃ熱い。何十度ぐらい？60、70度ぐらい。これ眩しいな、これ。いや、ここにすんごいチーム。あ、これすごい。あ、じゃあ、手が開ける、手が開ける、手が開ける。おう。はぁ、これ、すっごいね。水岡さん、なんか、蒸し焼きとかやってみたいだよね。あの、いいかもしれないね。面白いことを考えてるね。はい。うちの子は面白い子です。僕、休み日にこんなことばっかりやってます。イエーイ。受験生！イエーイ。心配だよ、俺は。頑張ってください。もう、これでも意外とね、はい、夜と朝は勉強してるんで。そっちの効果が出るのを期待してましょう。ありがとうございました。